ッケー。こんなとこで富士ちゃんと会うなんか嘘みたいや。すごい、なっこさん、なんか頭になんかつけてる。なんですかそれ。うわー、すごい。ねじくめもうギラギラで。今日関東行っとったんですか。そうです。びっくりしました。川崎行って、はい、はいはいはい、志村さんにも会ってきました。え、近いに、はい、近い。なんか言ってました。寂しそうな顔しましたよ。なんかさんによろしくって言っとった。いや、なんかちょっとそんな言ってなかった。うーん、ちょっと志村さんに。あー、じゃあ今うつ入ってる志村さん。なんでですか。知らん。あー、まあ、ちょっとほんまギラギラですね、ホイール。すごい、ビカビカじゃないですか。はい、ちょっとね、はい、もうこの色はもうない。それだってメルカリで。俺もうこれ外していい。恥ずかしい。そう、恥ずかしい。後ろの運転手ジロジロ見られん。何しとんだよあの人。ここな、三重県の長島っていうところなんです。はい、長島パーキング初めて来ました。初めて来ました。初めて来ました。じゃあ長島パーキング僕案内させてもらいましょうか。はい、じゃあちょっと長島パーキングボラボラで。はい、長島パーキングボラボラ行きましょう。いかついでしょ。かっこいいです。かっこいいじゃないですか。すいません、今日やることいっぱいあります。俺もこれ真似しようと思ったんですけどね。あ、これ嘘ですか。うん、あそこ間に貼ったらいいやん。ちょうどやんばいやん。いや、あんまりならなかったんですよ。あ、そうなん。フォグランプがあるから。あ、逆にそう寄ってしまっておかしくなるんですよ。あ、逆にやっぱこのクリアランスってこれぐらい開かないじゃん。逆に、うん、これがセンスやっぱりです中さんのセンスやっぱり。はい、なかなかこんな長島でグラできない人とグラしてます。いや、びっくりする。はい、もうびっくりです。じゃあこっち来てもらったらね、はい、足湯があるんですよ。昔お地蔵さんもここの足湯、あ、本当や、入ってる動画あったと思うんですけど、はい、ここ長島のね足湯です。はい、今大分県から、今日関東に来た富士ちゃんと足湯に入ってます。足湯です。なんか美味しいもの食べました。パーキングで食べてない。何も食べてない。何食べた。今絶賛ダイエット中で。あ、俺と一緒や。ダイエットだけやったら負けずに腹筋もせやから。俺3分の腹筋にプラス3分の別のメニューも取り入れてるで6分間、ね、もう毎日もう一日中この辺がヒリヒリするもん。腹筋がやば。やってください。よし、じゃあほんだら上がります。よっしゃ、はあ、足湯気持ちよかった。いやー、びっくりするな。じゃあこれな、多分見てると、いや、ほんま電話でなんかこう読んだんちゃうみたいな感じで思われるかもしれんけど、ほんまにさっき岡崎のとこでな、岡崎どこか新城ぐらいで追いついてきてんな。そうですよ。びっくりした。本当びっくりする。いや、もうほんまに電話で富士ちゃんがもう志村さんと会っとったみたいでって聞いてそれないでって言うとった時に後ろから来たからびっくりした。もう僕もびっくりですわ。前の車がどんどん履けて いくたんびに、もう見てもあの観音は白やし、ナンバーが見えんけど、まあでも下り、あの大阪向き下りは下りやろうけんまさかでも違うかなと思って近づいていったら富士ちゃんとツーショットです。はい、オッケー。じゃあほんなら、はい、長島の絶景ポイント案内させてもらいます。わあ、太陽が綺麗。おお、すごいですね。はい、もう夕日が富士山の頭がわからんぐらいよ。ここが俺が見せてあげたかった絶景ポイント。おお、こう夕日を見ながらすごい長島のインターチェンジを見るみたいな。あ、出てくる。ただいま。富士山トラック乗れる？乗れます。運転席、ほんなら乗り込む。マッキー探してくるわな。はい、はいはい。あ、富士ちゃんがちょっとね、あのアンドに落書きしてほしいということで。あ、俺これ浜松でみかん買ったの忘れとった。これ食べよう。マッキーが少々お待ちください。